そろそろ新しい家に引っ越そうかな。不動産屋に新しい家を紹介してもらおう。すみません。いらっしゃいませ。引っ越したいんですけど。いや、おしっこされたら困りますよ。いや、引っ越しだよ、おしっこじゃないよ。ああ、そうですか、ごめんなさい。新しい家を紹介してほしいんですけど。ああ、いいですよ。ただうちペット禁止なんですよ。いや、僕ペットじゃないから。ペットじゃないんですか。ペットじゃないよ、亀だけど。っていうかお前もウサギだろ。ああ、なら大丈夫です。どんな家がいいですか。そうですね、一人なんであまり大きすぎない家がいいですね。ああ、そしたらちょうどいいのありますよ。あ、そうですか。こんなのどうですか。いや、これ犬小屋だろ、どうやって住むんだよ。あ、ダメですか。お似合いですけどね。なんだよ、お似合いって、失礼だろ。じゃあこっちですかね。鳥小屋じゃねえか。広いですよ。大して広くねえよ。ていうか、なんで動物を飼う小屋ばっかなんだよ。いや、だってあなた亀なんで。亀は鳥小屋住まねえよ。ていうか亀だけど、ちゃんとした家に住みたいんだよ。ああ、そういうことですか。早く行ってくださいよ。行ってたつもりだけどな。じゃあここなんかどうですか。海じゃねえかよ、リアルな亀になっちゃうじゃん。え、だって亀ですよね。しつけえな、お前。亀亀亀亀、普通の家に住みたいんだよ。わがままですね。うるせえよ、さっさと咲かせよ。そうしますとこういうところですかね。サザエさんちじゃねえかよ、いろいろとめんどくさいよ、ここに住んだら。ここだけ唯一ペット OK なんですよ。だから俺はペットじゃねえから、タマと一緒に住んじゃねえよ。わかりましたです。タラちゃんか。もうマンションないの。あるです。いや、だからそれやめろ。これです。え、すごい、いいマンションじゃん。どの部屋。ここです。え、どこ。ここです。で、結局犬小屋。チャンネル登録よろしくね。そしたらその後通知をオン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 。